よ、ねです。いやー、ようやく東京あったかくなりましたね。4月なのになんか真冬のような寒さが続いてましたね。寒さに非常に弱いです。だから嬉しいです。やっと春が来たっていうのを記念に、天気の良かった、日曜日、先週の日曜日に代々木公園に遊びに行きました。久しぶりの代々木公園ってやっぱり日本って平和だなって思わせてくれます。あと普通に隣にウクレレを弾いてる団体さんがいたりして、ドラムやってる人とか踊ってる人とか、こういう人もいたりして、天気もいいし、音楽も流れてるし、みんな平和っていう感じが素晴らしい、素敵な日曜日でした。しかも昼から外でビール飲むっていうのはなんと贅沢なことと思いませんか。まあ、特に俺アメリカ人からすれば素晴らしいことです。だってカリフォルニアとかは外で酒を飲むことがダメです。違法なんですよ。見つけられたら罰金ですからね。日本は素晴らしい大好きな国だなと改めて思いました。たまたま日曜日にね、代々木公園でなんかイベントあったんですよ。犬のイベントって、なんかワンワンアドベンチャーかわかんないんだけど、なんかワンワンなんとかなんとかという、まあ犬を連れて公園に行こうぜっていうね、のがあったんです。犬を連れて散歩してる人がもう非常に良くて、お酒、音楽、いい天気、犬、なんていうこの癒され感、素晴らしい。俺ね、アメーバブログ、アメブログやってるんですけど、毎日更新してる。まあみんな見てると思うんですけど、毎日書いちゃうと、ネタがね、どうもなんか、なくなってしまうんですよ。ちょっとでも面白いと思ったものがあったら、それをブログの、その日のネタにするみたいな。で、この間は写真撮ったら、犬に服を着させてる人が、もうすごい多いんですよ。俺は、どちらかというと、まあ反対っていうか、あまり、まあ、俺が犬を飼ってたら、まあ、服を絶対着させない。人の自由だから別にいいんだけど、そこは、よし、面白いなと思って、その、写真撮ったりして、なんか、T シャツだけじゃなくて、ズボンまでも、そして、帽子とか、メガネ、サングラスとかしてる犬がね、あって、おかしいな、これ、と思ったんですよ。ズボン？帽子？っていうのが俺の、まあ、リアクションだったんで、あ、これ面白いな、これブログにしようと思ったんですね。とんでもないことになりましたね。俺のブログたまに炎上するんですけど、その犬の話題で俺のブログが本当に嫌になってきちゃったぐらい、もう書きたくねえって思うぐらい、なんか本当にくだらない犬の話題からそこまでパーンと燃えてしまったんですね。 Fire! My blog was on fire! でもね、別にその犬に服着させるとか反対とかだけじゃなかったんですよね。多分俺の書き方だったんですよ。つまり俺が書いたのは、日本人は犬に服を着させてる人が非常に多いなっていう的なものを書いたんですね。別にね、俺は他の国よりも日本人って多いとかそういう歌えてるわけじゃなかったんですよ。ただ外国人だからね、日本人じゃないから、その日曜日に日本人が多かったから、あ、日本人はいっぱいいたなみたいな感覚で書いたつもりだったんですけど、俺分かったんです。日本人は〇〇というそのフレーズ、その言い回しが好きじゃない人が多いんです。だから俺が、日本人は犬に服を着させてる人が多い、俺は犬に服を着させることを反対、イコールズネルが日本批判みたいな、え、こんな話題、こんな感じだよ、こんなに人がね熱くなって怒ったりするのはこれは良くないぞと思ったんですよね。だから今日はそれについて話したいんです。つまり
人の書いたことを決めつけるのはよくありません。だんだんみんながネットでつながっていくんじゃないですか。世間が狭くなってくるにつれて、あのみんながつながっていく。でそれと同時にその自分の意見とか発信できる場所が非常に増えてくるんですよ。まあ個人主義にみんななっていくと思うんですよ。 Twitter とかブログとかもう世界中に自分の意見考え方を発信できるわけなんですよ。だけどネットっていうところはほとんどブログとか文字だけの世界なんですよね。文字だけになると誤解しやすいされやすいことになるんですよ。文字だけで判断する、決めつける、この人はこう書いてるからこういう意味だ、こういうことを言ってるんだって決めつけるのは良くない。でそこから誤解がね、あの発生するし、みんながなんか波動が合わなくなるんですよね。もう全然違うところからあの交流してるから、話し合おうとしてるから、まあ、理不尽の世界になってるんですよ。全然なんかいやわけわかんないことになっちゃいます。だからその理不尽の世界になれないように俺らはこれからもっと努力しなきゃいけないんですよ。だから俺はそれをみんなに伝えたいんです。まあ捉え方がいろいろそれぞれだけれども、やっぱそのイヤーを討論することにあたって柔軟な考え方を持ってなくてはいけないんです。俺はこう思うからこうだみたいなんじゃなくて、俺はこう思うんだけど、私はこう思うんだけどみたいな、あなるほどね、じゃあこうしようねみたいなとか、やっぱりその中点っていうかさね、真ん中のところでみんながちゃんとね話し合いできないと全然噛み合わないからね。で俺結構強く言う時もあるんですよ、自分の意見を。それでもまあ俺は強く言ったとしても、別にそれが俺はこう思うからこうだよではなくて、みんなのコメントを俺本当に一人一人読んでるからね。一人一人読んで、でみん納得させてくれたらいいんですよ。納得っていうか、あなるほどねって思わせてくれれば、もう俺はすっげえ嬉しいんですよ。で逆に俺がちょっとだけでも一人だけでも、あなるほどね、こういう考え方もあるんだ、こういうねのもあったんだって思ってくれる人がいれば世界は良くなると思います。思いませんか？そういうことなんです。だからこれからもみんなともっともっと交流していきたいし、もっともっとその意見の行き交う場所を作っていきたいと思ってるけど、お互い決めつけるんじゃなくて話し合おう。お互いの意見をちゃんと受け止めて、なるほどね、理解した上で発言するっていう意識を持ちましょう。頑張りましょう、みんな。世界を良くしましょう。イエイ。犬に服を着させることは人の自由だから、僕は歌えたりはしないよ。だけど人の書いたことを決めつけるのは非常に良くないことだぞ。